金聖主、金聖主、金ン主、公書17年9月9日、1891年10月11日、から1955年2月18日は、日本統治時代の朝鮮の実業家、独立運動家、大韓民国の政治家、教育者、言論人、東亜日報や高来大学校、韓国民主党などの設立者としても知られる。朝鮮独立のためには、 実力の要請が必要だとして、朝鮮人の立場を代弁するメディアとして、東亜日報を、人材の育成を目的に、中央高等学校と高麗大学校を設立した。実業家としても、形状防織を中心に、綿棒石、ナイロン生産に従事し、朝鮮内のみならず、満州にまで事業範囲を伸ばしたが、このことにより、韓国では2002年に発表された、 新日派の708人名簿に登録され、2005年には民族問題研究所による新日派リストに含まれた。1951年5月から1952年8月、第二人大官民国の副統領。字は、藩爵、パン郷号は、ニムラ、インチョン。金、中の四、男として、全羅北道、小明ら軍、富安面に生まれる。 金一族は祖父の代から所有地を増やし、父の中はその財力で地方管理、軍主となり、さらに韓国党官府、朝鮮総督府の土地整理政策に供することで資産を増大させ、併合後は朝鮮一の大地主と呼ばれるに至った人物である。生息英語学校、金城学校尋常中学校を経て、早稲田大学政治経済学部を卒業した。在学中は、 日本が一への朝鮮人留学生に資金面での援助を行い、後の人脈に大きく寄与している。帰国して教職を務めるとした後、1919年に家業の防疾業を近代資本主義的会社である経常防職とし開訴する。1920年には東亜日報を設立し、1932年には財政難に陥った、 広瀬専門学校の経営を引き受け、今日の高麗大学校を設立した。東亜日報の文豪退治運動、ハングル文字普及運動は、高読者拡大、また紙面での民族品愛用運動も、内地産品に、品質で劣る形状防食製品の販売促進、といった経営上の思惑もあったものの、それを超えて民族意識の高まりに貢献した。 民族主義を煽る記事で総督府から定刊処分を受けもしたが、その朝鮮人世論への影響力を交渉材料として総督府系国策銀行の朝鮮食産銀行から経常暴食へ多額の融資を引き出すした高さも見ている。終戦後の1945年9月8日に朝鮮人民共和国の内閣が発表され、文教部長に任命された。 1947年にアメリカのトルーマン大統領がトルーマンドクトリンを発表すると当時間民党主席総務だった金聖主はトルーマンに大使賛辞を示す無線連邦を送った金聖主は金聖主系列と呼称される集団を形成し日本留学中より昆意にしていた総置を伴い以降も白南、ベクナム墳、巨星、長肥の枝間 因前野党とも近い関係を維持した。一方では、周囲の有能な若い知識人たちに、財政支援をする、小学財団湖南学会、湖南財閥等の活動も行っていた。結局、彼は、このような力を土台にして、人心を掌握し、独立以後代表的な右翼政党だった、反民党を総統することに成功した。これに伴い、総鎮や、白、官主、 超特集党は、反民党の重要な役職に就くこととなった。1945年12月27日のモスクワ三国外相会議の新択統治方針をめぐって、新朝派の総ングが12月30日に暗殺された後、1948年に反民党主席総務を務めたことと、1951年5月から1年間、李正万大統領の引きにより、 副大統領職を引き受けた。金世主の特徴は、この時期の他の大物政治家と違い、反民党主席総務と副大統領の職務を除き、自ら表舞台に出ることがなかったという点にある。独立後の韓国において、政治家のほとんどが、キリスト教、主にカトリック、もしくは仏教などに関連する宗教団体と提携して、政治活動を展開していた。 という時代だったにもかかわらず、緊急、緊急地震はクリスチャンだったと並んで、いずれの宗教団体からも援助を受けていなかった数、少ない政治家の一人だったことでも知られている。日本統治時代に企業を運営して富を蓄積し、この過程で新日行為をしたという権議で、2002年に発表された新日派708人名簿と2005年に 民族問題研究所が整理した新日ハリストに含まれてい。しかし、この部分にも反論があって、論難になっている。そのような情勢下において、大法院は2017年4月13日に、ニ村のひ孫である、東亜日報社長の金はじめゾらと、ニ村記念会が行政自治部長官を相手として提訴した、新日反民族行為決定処分取り消し受け訴訟に、 ついて、上告を帰却して、金世主の新日行為を認めた。続いて2018年2月13日には、韓国政府は、王法院判決に基づいて、過去に行われていた金世主の助勲を剥奪した。虚偽功績による助勲は、助勲法に基づき取り消さなければならず、国家法訓どころの要請により行われたとされる。一連の韓国政府による措置を受けて、 高麗大学では創設者である金星主導像を撤去するように学生団体が求めて大学側と紛争化するに至った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。